猛暑が続く中、丸亀市の中四国最大級のリゾートプールは多くの家族連れでにぎわっています。今年はオープン10周年を記念し、あの巨大生物も登場しています。丸亀市綾歌町のレオマリゾートに毎年夏限定でオープンするレオマウォーターランド。今年は10周年を記念してプールサイドには巨大な恐竜が出現し、子どもたちを楽しませています。中四国最大級、全長260メートルの流れるプールやウォータースライダーはもちろん、今年は水鉄砲を片手に恐竜たちと戦う新たなアトラクションも人気ということです。水が気持ちかったです。恐竜から水出るの。レオマウォーターランドは来月19日まで開かれています。